はい、どうも、鹿島神宮やってきました。これからですね、東国三社参り、三社詣とかいうやつですね、それのに行ってみます。はい、鹿島神宮は始まりの地とされているとかなんとかで、東国三社参りの一番最初に回るといいかもよみたいな地みたいです。ご祭神は竹三日月の狼となります、うん、はい、では参拝行ってきます。ただいま楼門は改修中です。はい、ご祭神竹三日月の狼、おい、拝殿を参拝し奥の宮へのルート、すごくいい感じ。要石の前にはこうナマズの押さえてるやつがあります。はい、今拝殿と奥の宮参拝終わりまして、今要石向かってます。要石ってのがこっちの北関東エリアで昔すごく地震が多発していたそうで、その地震を収め、地震の原因が地下に住んでる大きいナマズだということで、それを抑えるための石があるそうです。で、鹿島神宮と香取神宮にあるそうで、鹿島神宮は頭を押さえているそうでございます。 GO! なんかロケ地になったみたいです。はい、今要石見てきました。なんかなんだっけ、こっちの鹿島神宮にある要石の方はちょっとへこんでて、香取の方はちょっとへこんでない突起があるみたいな感じらしいですね。はい、突石、大石、なんかそんな感じのことを言ってたりしてました。なんかそこのに誰だか水戸黄門、水戸光圀が7日間どこまで深さがあるのかっていうのを掘ったけど、7日間寝ずにずっと掘り続けさせても、そこが見えなかったから諦めたっていう風な逸話があるとかで、えげつない長さだそうです、うん、以上でございます。お疲れ様です。奥の宮横から見る超かっこいい、なんかめっちゃ綺麗なみたらし池向かっています。ここまではかなり急な下り坂なんですが、階段ではないです。たまにある階段は段差が違います。ちょっと気をつけて。そんな感じ、みたらし、かなり透明度高いです。すごい、すごい綺麗。木がこんな感じで生えております。すごい。そして当たり前に超綺麗、ザリもいます。はい、今回は東国三社参りっていうので、一番最初に参拝した神社、俺たちの場合は鹿島神宮にてこれを買いました。これがね、なんだっけ、あと香取神宮と生き巣神社で、ここになんかはめるなんかシールを買って完成するというお守りだそうです。私は巡りました。はい、でございます。なかなかのねじれ具合。こちら拝殿です。拝殿の奥、うん、とても綺麗。鹿かわいい。なんか第三駐車場に来ちゃってました。こんな感じ、香取神宮です。第三駐車場から、本殿までは坂道。普通主の狼様です。楼門は塗り直し工事中、こちら拝殿、黒漆に金がとても映えていてとてもかっこいいです。3本杉、1、2、3です。
すごい。こちら拝殿、こちら本殿、横から見てます。すごい綺麗、彫刻もすごいかっこいい。本殿は後ろに回ると参拝できます。ロシの大原久の宮へ。なんか拝殿と本殿があって、プラスして奥の宮とかもあったりするんですけど、先に拝殿本殿の方を行ってから、なんかそっちが沈める方の神様で、なんだっけ、奥の宮とかが、もっと勢いがあるような神様の方になる。なんか気持ちの部分ですね、神様も割ったというか、そんな感じがあるので、先には拝殿本殿の方行ってから、基本は奥の宮っていう風な流れがいいそうです。で、奥の宮の前に金石ありました。鳥取神宮の方の金石は嫁石です。行ってきましょうか。奥の宮、はい、花見玉のこととにぎみ玉のこと書いてあります。まあ、心を落ち着けてから行動力っていう感じですかね。はい、マイマイもいますよ。あっちもいますね。はい、拝殿本殿金石奥宮と行ってきて、香取神宮の多分鳥居、メインの鳥居かなと思います。これくぐって逆に終わります。鳥居をくぐって入る と分かりにくいですけど、もみじですね。紅葉綺麗だと思います。こんな感じになっていて、ここのくぼみにさっき買ってきたのを入れます。はい、はい、でき、では行きず神社へゴー。こちらですね、小見川大橋、流れに乗れ小見ちゃん。ちなみに渋滞中。はい、行きず神社です。船のど神様が祀られております。で、こちら御神木、ちょっと上の方に行くと2つに分かれています。すごく大きい一円玉の木、お頭の木、読めないね。パワーを受け取りましょう。おっちゃダメです。行き過ぎに2所について、くなどの神、白い女神です。ここ大鳥居でございます。で、あちらが行き過ぎ神社でございます。この後ろが先ほどの女神女神の場所ですね。はい、完成。はい、完成しました。たおー、いいね。そして回ると、私と回ったら、このお土産も、あ、 お守りも出そうでいただきました。ありがとうございます。はい、で、ここがまとめですね。まとめの回はちょっと別で撮ろうかなと思いまして、ちょっと終わり方がダンダンって感じだったんで、まあ、話そうかって感じなんですけど、今回は、この東国三社参りっていうので、アウェイの鹿島線に合わせてちょっと行ってきました。で、ネットでいろいろ調べていったんですけれども、その時5時間ぐらいかかるよって言われたので、朝からかなりのハイペースで、回りました。もう結果どのぐらいの時間だったかなって、4時間ぐらいで行けたかなと思います。4時間ちょっとかな、はい、そのぐらいあれば行けました。ただ私たちはかなりサクサクという部分のでは行っているかとは思いますが、そんなでした。休憩挟むかね、うん、休憩挟めばまたゆっくりかかるかなと思います。あの、休憩挟みたかったりもしたし、ちょっとあの茶屋さんとか寄って行きたいなっていうのもあったんですけど、逆にそこで食べちゃうと昼ご飯が食べれないっていうのが考えもあったんで、やめて4時間っ
って感じですかね。で8時過ぎぐらいから、に鹿島神宮着いて、そこからバーッという感じでですね。そういえば鹿島神宮で茶屋さんあったんですけども、そこはまだやってなかったですね。確かあのなんだっけ、あの池が綺麗なところ、うんうんうん、あの水がめっちゃ出てるとことかは、お団子、そうお団子、確かあそこもまだ9時からとかだったかなっていうのでやってなかったです。あそこが唯一食べれる時間だったかもしれないですね。あの時間だったらまだ昼までも時間あるしっていうので感じでしたが、ちょっと早くすぎるとまだやってないっていうのもあったりしました。はい。で、この戸郷三社参り自体はですね、そこの三社を回る、参拝することで、伊勢神宮に行ったことと同じようなことがあるよみたいなやつです。なんかいろいろありますよね、そういうのって。そう、パワーのねというのでした。はい。でこちらがほら素敵でしょう花粉が見えにくい、うん、なんかマークがね、はい、素敵ですね。はい、これがいただいたものですね。あとは多分一番最後に回ったところ、三社参りしたところの一番最後でも回るとこれがもらえたんですけれども、あ、これだ、 YouTube っぽいこれね、これ、ね、YouTube っぽいでしょ、 YouTube っぽい、ね、これは多分うちらは一番最後を生き簀神社にしたんですよ。うん、それだったから生き簀神社のものがもらえたっていうのかなとは思いますが、でも一番最後を香取神宮にしていたら香取神宮のものともらえたのかなと思います。はい、今回は本当は、流れ的には鹿島、生き簀、香取で終わらせようかと思ったんですけども、ちょっと時間の部分とお昼ご飯を食べる場所を決めていたので、ここで食べたいっていうのを決めていたので、そのことを考えて一番最後イキスにしました。まあどこから回るとかっていうのっていろいろあると思うんですけども、多分まあどこでもいいんじゃないみたいな感じもありますが、一応あの鹿島神宮が始まりの地みたいな風にされているよっていうのがあったんで、一応スタートはそこにしましたけど、そんな感じですかね。うん、はい、まあなかなか良かったですよ、本当に行ってみて。でやっぱ違う季節だったかどうかだったらもっと変わるだろうし、駐車場置く場所にもまたちょっと変わってくるかなって思いましたね。鹿島神宮はもう本当に目の前に止めれるので、そこですぐそのままあのルートは全部決める通りに行けましたけど香取神宮の場合は、駐車場で検索して駐車場をそこにしたんですが、そこが第3だったんですけども、そこじゃなくて第1なのかな、多分もっと参道の方というか鳥居が大きい鳥居の方に止めておけば、あのルートはもっと簡単に行けたかなというか、まあ、普通に鳥居、あの大きい鳥居をくぐってそのまま参道で、それから、本殿拝殿やって行ってっていう部分で、で要石奥宮っていう部分で戻れたりもしたのかなとも思います。なんかそこがちょっとあったかなっていうぐらいかな、うん、はい。であの動画内とか見てると結構俺本殿とか拝殿とか真正面とかから撮ったりしないんですけども、なんとなく一応あそこ神様がいるから、いきなり神様いいっすかで、こんな真正面から撮るとなんかちょっとあれかなって思うので、あといきなり知らない人からあそこうちいるやつってずっとこうやって撮れたらなんかあれじゃないですか、うん、え何みたいななるかなと思うんで、いつもなんか斜めぐらいから撮りますみたいな感じで、入るときもね、こんな鳥くぐるときもね、こんな感じでやりますからね端でね、はい、左端とか、そうなんかそういう風なのを気にしてるんで、拝殿であったりとかはあんま撮らないようにとか、うん、っていう風にしてますね。本当はご神木とかも撮るのどうなんかなとか、そのぐらいまでも実は思っていたりもしています。あの一応こうなんでいいんだっけ、うわー名前忘れてた、こうあの白い紙のこうネチネチ、うんうんうん、ああいうのがあるところは神域っていう部分にされているので、あんまり撮ったり触ったりっていうのはしない方がいいっていうふうに思うとか、ご神木を触るとか、なんか触れる場所もよくあるみたいなんですけど、なかなかあの危険かなっていうふうには思ってます。いきなり
神様に、いや超やばいでしょこれわかります、これ神ハラになりますよ、これ完全に神様へのハラスメントだと思うんで、なんか結構今回 あのそういう風なのを見てた、あの見たんですよ、あの YouTube で見てもらったら結構スピリチュアルの人とかがそんな風なことをやってて、めっちゃハラスメントって思ってましたもんそしたらなんか優しく触るんですよみたいな、なんか変な、なんかそんな表現があったような気がして、いやいやいや優しく触ってもさ、俺を同じじゃない、お前も嫌いだろみたいな、もう絶対嫌じゃんと思って、そって、そう、いやすごく神様が陽キャの神様だったらいいんだよ、うん、ウェイ何お前誰だよ、なんだ面白いなお前みたいな、そんなになる神様だったらいいけど、いや神様わかんないから、そんなにすごく陽キャな神様がいるかもわからないので、あのあんまりそれはねっていう風なのとかの思っています。なんであの要石とかも一応こうくくられてるから、一応取らないにしておきました、実はね、そんなんですよ。なんで本殿の真裏の多分あれどこだと、香取神宮だったかな、鹿島神宮かな、本殿の裏に、あの本殿の裏に回って本殿で、うんうん、あの参拝できる場所あります、うんうん、鹿島だな、確か鹿島神宮だと思うんですけど、それも下だけしか取らなかった、あそうセクハラで打たれちゃうからそういうの、神様に、そう、そうコンプライアンス、コンプライアンスみたいな ねリテラシーね、そういうリテラシーがね低いとね、やっぱりねダメでしょ、目立つからで、目立つからもうリテラシーがね目立っちゃうんで、うん、そういうね、こうそういう風なね、やっぱ神様リテラシー絶対あると思うなって思うんで、一応あの本殿とかあそこにいるっていう体を考えてください、うん、今回あの大谷さんでなりましたよね、フジテレビの日程がなんかできないみたいな、だってそれと同じ池に、ウェイ、ごくごいパシャパシャパシャって撮ってね、そうならないよねっていう、そういう風なことにならないようにっていうので、うん、一応みんなここ、ね、ここ知ってる、ここ大惨事ねっつって、うん、知ってるっつってね、空撮なんかダメだよ当たり前にっつってねもう分かっちゃうもんね、分かっちゃうから、ね、本当に怖いわ。そう、神様と大谷さんで違うのはですね、いや大谷翔平さんも神様みたいなもんなんですけども、うん、違うのは見えるんですよ、いるんですよねっていう、でも神様はですね分からない、そこにいてもそこで何か何が起こるか分かんないですね。この話よく分かんなかったですね。俺も今言っといてよく分かんない。これはまあカット、カット、うんうん、カットはめんどくさいからしないけど、まあそんな感じですね。とりあえずあの東国三社前めちゃめちゃ、うん、なかなか良かったんじゃないかなと思うんで、ちょっと遠征に行くとか、うん、鹿島遠征に行って神社仏閣好きとかっていう方とかはなかなかいいかなと思います。はい。ちなみに僕が、ご飯食べに行ったのは。僕は鈴木優馬が大好きなアルビサポなんですけども、その鈴木優馬が、あの雷さんの動画があったんですよ、その多分茨城のなんか何かの YouTube チャンネルがあって、そう雷さんっていうあの芸人さんがあの鈴木優馬の行きつけの場所っていうので紹介してた神寿司だと思うんですけど、うんうんうん、そこにあるコン、ひらがなのコンっていう場所に食べに行きましたから、めちゃめちゃ良かったです、超おすすめですね。昼でもチゲ鍋はあのゆったり出してくれるって言いました、はい、夜メニューなんだけどね、夜メニューなんだよって言いましたけど、でもね全然いいなみたいな、うん、すごくなんかいっぱいあったよね、はい、定食食事どころ、はい、でなんか今日の対戦相手ですって言うとちょっとアウェイの洗礼的に、あじゃあさよならみたいなとか、なんかテンション上がったんでしょうけどメニュー頼もうと思ってね、うん、じゃあさよならめっちゃ爆笑しながら言ってくれましたけど、すごく面白かったです。でも本当にあのそこら中にサインがあるし、多分あのサッカーって遺跡とかもすごくたくさんあるから、うん、その各々わあの遺跡されしてきた選手とか、なんかそういう風な選手とかもいるんじゃないかと思うんで、そういう部分もまたあの見どころにもなるかなと思いますし、うん、まあ何よりも美味しいんでなかなかおすすめかと思いますよ。はい。こんな感じ、で確かそこからねスタジアムまでは30分かかんないぐらいだったかな、うんうん、ちょっとね途中道が混むけど、途中だっけちょっとだけ、うんうん、のぐらいはあるんだけど、まあそんな遠くもなかったんでいい場所にもなるかなと思いますね、おすすめでございます。アウェイ行く、アウェイで行くっていう人の方が多分見るといいかもね、うん、スタジアム好きの、そんな感じでございます。はい、以上でございます。アルビサポウチチャンネルでございました。お疲れ様です。皆様に神のご加護があらぬかと。
よくわからん。では。はい。